製造における、起きています IT 変革、これをちょっとこのチャートでですね、少しまとめてお話したいと思います。製造に参加するあらゆる企業が、密接に、つながるようになってきていると。で、各社が同時に動き出せるようになりますので、不必要なもの、不必要な在庫ですとか、不必要な仕掛かり品ですとか、不必要な部品材料というのはいらなくなってくると。作った分だけ、新たに作ればいいと。それから、コアコンピータンスへの特化、アンバウンドリングが起きると。要するに、それぞれが得意としているものをお互いに持ち寄ることによって、全体としての一つの事業という形になっていくと。一番いい例が EMS 企業であるということを見てきているわけです。それから、資源のアウトソーシング、例えば ASP、ソフトのレンタル、こういったものが、提供されるようになってきて、必要な資源、自分たちのコアコンピータンスとは関係ない資源というものは、外からアウトソーシングしましょうという形にどんどん変わってきていると。それからさらに、非定型的な処理も電子化されるようになってきているということが言えると思います。例えば B2B マーケットプレイス、B2B ハブというものが飛躍的に成長しているわけですけれども、その中では、スポット販売ですとか、中古設備売買ですとか、余剰キャパシティ販売、こういったものは、非定型処理に属するわけですけれども、こういったものがどんどん台頭してきていると。それから企業間の非定型的な問題解決力が劇的に向上するという形にもなってきています。こういった非定型処理も、かなり高度なものですけれども、そういったものもできるようになってきていると。で、もう一つは、製造は消費者と直接つながるような形になってくると。流通の中抜きが起こるような現象も起きていると。それから情報を蓄積活用する企業というものが非常に伸びてきていると。で、これは金融業界の方でも同じようなことが起きていますけれども、一つまとめますと、オープンな企業間関係を構築して、世界のベストプラクティスを集めてきて活用すると。こういった企業がこれからは非常に重要になってきていると。で、その時にあらゆる情報を蓄積して、マイニングして、分析、解析して、次のアクションに生かす。あるいは、あらゆる外部企業の資源を活用することによって、それらを有効に活用することによって、自社のパワーを拡大すると。その中においては、自社の存在意義というものは、一体どういうものなのかと。自社の、コアコンピータースという言葉が使われますけれども、それは一体何なのかという、そういう認識が非常に重要になってくるということが言えると思います。で、一つまとめますと、これまでは非常に、クローズドで、内部志向で、クラビーで、固定的で、すべてを囲い込んで、それで、自前主義で、で、どんどん大きくなっていこうと。一番いい例が系列ですけれども、そういったやり方にことごとく対抗する新しい考え方が出てきているということが言えると思います。一言で言えば、オープン、水平、分業であるということが言えると思います。非常にオープンで、縦ではなくて水平にいろんな機能が提供されてくると。そこでは競争原理が確保されていて、あまりパフォーマンスがない企業は柔軟に入れ替わると。で、その時には当然、新しい参入者がすぐ機能するように、いろいろなところでインターフェースが標準的に用意されていて、いろいろな機能がパカ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 、すぐにハマるようになってくると。こういった体制が、これからも伸びていきますけれども、非常に着実に、また確実に、そういった体制が今用意されてきているんだということを十分に認識していただきたいと思います。日本の製造というのは、やはりこれまで非常に内部志向、固定化志向、系列とか、地場産業だけで、非常に内部の中で固めていこうというやり方をしてきたわけですけれども、インターネットにおいては、もうあらゆる潜在資源がですね、無限に広がっていると。潜在資源の中には顧客もありますし、いろいろな素晴らしい技術を提供してくれる個人や企業もあるわけですけれども、そういったものを一切無視して、これまでの自分たちの村の中の企業間関係、個人の関係だけでやっていくということには、少なくともインターネットがこれだけ普及してきたという時代の中では、かなり無理になってきているというふうに断言してもいいんではないかというふうに思います。